お前ら使ってますめちゃめちゃ使ってるってことですか？普通に使ってます。カズの暴力でいうとね、圧倒的な知力カズがそうそう、ね、暴力がボコボコにされるだけなんですけどでも一つ言わせてほしいんですけど、彼の着てるシャツってダブカンブルフェチじゃないですか。はい、めっちゃチャラいもん。あ、ちょっとチャラい、ちょっとチャラい。皆さんこんにちは、ケイです。今日はですね、オースティンが今日言いたいことがあるということで急遽撮ってるんですけれども、まあ、僕自身留学系の YouTuber でもあるので、英語系の YouTube チャンネルもよく見たりするんですけど、その中で、まあ、僕自身は結構好きな YouTube チャンネルでもあるんですけど、一つの動画ですねをちょっとオースティンと一緒に見た時に、オースティンがこれは違うんじゃないかと、ちょっと言い過ぎじゃないかっていうちょっと動画を見つけましたので、まずはちょっとどういう動画かっていうのを、見てください。ハロー使ってませんかお前らー。はい、まあ、有名な YouTuber ケビンさんですね。彼曰く、ハローを使ってませんかお前ら。さあどうでしょう。使ってまーすめちゃめちゃ使ってるってことですか？普通に使ってますちょっとこの、まあ、全部ちょっとね、これ12分ぐらいの動画なんで、内容を要約してお話しすると、まあ、全部見るわけにもいかないんで、彼曰く挨拶をするときに、まあ、いろんな Hello とか Hi とか Hey、 いろんな言い方がありますと。その中でカジュアルなコミュニケーションをするときに、ハローはほとんど使いませんと。てか、使ったらえみたいな、なんか逆に引いちゃうぐらいのこう言い方をしてたんですね。で、それは友達同士でもそうだし、自分の会社の上司もそうだし、取引先とも、ハローなんて使わないですよ、みたいなことを言ってたんですけど、まあ、これを見たときにですね、はい。職場で普通にハローを使ってるし、まあ、もちろん友達と喋るときは、ヘイとか、ハイとか。そこはね、そっちは、まあ、すごいカジュアルで言ってるんですけど、その なんでしょう、親しんでる仲間 そのサークル以外の人に対して、はいとかヘイとか、そういうのを使ってなくて、まあ、Hello って使ってます。じゃあ、このケビンさんが言ってる、Hello なんて使わないっていうのは、ちょっと言い過ぎじゃないかと。ちょっと話を持ってるのかなって感じは。こう動画のネタで釣ろうとしてるってことですかね。うん、まさに今私たちがやってるみたいに釣られましたねそして私たちもそれをやろう繰り返し上乗せしようとしてるそうでもね、これもね、1、10、100、1000、10万、11万回生されて、ほとんど12万回生ですよね、これ。だからこの10、なんか見てる12万人の方が Hello なんて使わないっていう認識でいれば、ちょっとかわいそうだなと思います。ちょっと言い過ぎだと。ちょっと言い過ぎだと。まあ、いろいろね、アメリカも広いですから、いろいろみんな言いたいことあると思いますけど、まあ、日本でもね、関西弁いろんなこう方言があるんで、その中のバトルがありますけど、オースティンが思う、じゃあ、はい、ヘイを言う人はどういう人ですか？はいとヘイは、まあ、友達に普通に使えます、うん、確かに友達に Hello とか言ったら、まあ、ちょっと硬いかもしれないですね。だいたいじゃあ、はい、ヘイっていうのは友達、仲いい友達には全然使える。そこに Hello はちょっとおかしいと。そうだね、硬いと、うん、じゃあ逆に Hello を使う人はどんな人ですか？ Hello を使う人は職場の同僚とか上司とか取引先とか、取引先とかもちろん、あとそんなに頻繁的に会ってない家族とか。ああ、家族でも、ああちょっとね、親戚の人とか。そう、親戚だね。そうだから自分のおじさんとか、うん、めったに会わないおじさんとか、まあ、ハローって言うし。で、このケビンさんが言ったのは、取引先でも、ヘイ、ハイを使ってもいいって言ったんですけど、うん、これはどうなんですか？まあ、もしかしたら彼の職場は、まあ、そういう、確かに硬い環境じゃないかもしれないけど、私が働いてたところは、まあ、金融機関で、そういうのきっちりしてないとダメなので、通常、ハローって言ってました。あ、じゃあ、彼が言ってるように、はい、ヘイで、その取引先に言った場合は、これは失礼なんですか？まあ、適切ではないと思います。うん、こいつ失礼だなとか、なんかそれくらいは思われないかもしれないけど、うん、なんか適切ではない。なるほど。なんかスーツ着て、Hey, how's it going? とか、そこ、なんかイメージこうマッチしてない。うん。って考えると、多分私は、はい、ヘイよりも、ヘローを使っているかもしれない。ああ、もう逆にヘローの方が多いと。ヘローの方が多いと思います。それはオースティンの、ね、意見もあるかもしれないけど、うん、カズの暴力で言うとね、圧倒的な知力カズが、そうそうね、暴力がボコボコにされるだけなんですけど、逆にケビンに見なって、
にならないといけないね、ここは。私が間違ってるかもしれない。まあでもね、NBA 行きますし、彼がちょっとどういう、これもね、学歴で俺ら勝ってますけど、ダサいもんなんですけど、そう、うん、まあ、風の暴力的には、ちょっとでケビンの方が、そうだね。でも一つ言わせてほしいんですけど、彼の着てるシャツってダブカンビでケチじゃないですか。はい、めっちゃチャラいのよ。あ、ちょっとチャラい、ちょっとチャラいだから、うん、ヘイとかハイとか言いそうな人ですね。なるほどなるほど。ちょっとカリフォルニアって、カリフォルニア、カリフォルニアじゃなくてなんか南の方のって感じ。うん、まあカリフォルニアでもそうかな。そう、ルールミルスな。オースティンがいたのは多分使い分けですよね。使い分け、ビジネスマナーの時はやっぱりそれ相応のビジネスの英語を使わなくちゃいけないし、全部それをヘイハイにしちゃうとやっぱり相手にとって、うん、この人大丈夫かなって思われる時もあるし、そうですね、ということなんで、まあ、数の暴力的にはもうボコボコにされますけど、ちょっとね、オースティンが数が多いのが正しいわけじゃないんで。そうですね、だってバイデン氏って正しいですか。そうだね、バイデンが必ずしもまたなんかいろいろ違うところで燃えますよ。まあビジネスの世界でも英語をよく使ってきたオースティンからして、ちょっとこれは言い過ぎじゃないかっていう、うん、あの誤解するんじゃないかっていうところでビデオを撮ろうっていうことになりましたと。あ、基本的に合ってるけど、基本的に合ってるけど、つい自分の保身に走り始めた。そうそう、完全にオースティンイメージが崩れてるから。ケミさん、あの楽しいんでしょ、ほとんどは。ただちょっと、ただちょっとつったね、持ったねと。そう、ビジネスのところでは、ビジネスの場面でも使えますよっていう。なるほど、非常に勉強になりました。まあ、今回はね、ちょっとね、乗っかる形でのビデオを撮りましたけど、まあ、正しい英語の使い方っていう意味では、まあね、留学行って、なんかノリノリの英語だけじゃなくて、やっぱ使い分けで、ビジネスマナーの時の英語とかも、こう知った上で使っていただきたいなっていうところで、今日お伝えできたらいいなと思ってます。ケミンさんのちょっと動画がやりすぎだと思った方、そしてオースティンが正しいと思った方は、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。ダメですよ、これ。いいじゃん。ダメ。これ結局、ケビン対オースティンになってるじゃん。別に喧嘩振りたいと思ってないし。しかもね、俺もね、最初欲しいんで、僕は好きなんですけどね。オースティンが。